健一です。動画のご視聴ありがとうございます。今回はオデッセイハイブリッドに乗りながらですね、オデッセイハイブリッドに取り付けられているインターナビのお話をしようと思います。僕が乗っているオデッセイハイブリッドは2016年式のですね、オデッセイハイブリッドの前期型ということになります。購入したのは2017年の6月7月か頃だったんですけども、このオデッセイハイブリッドは2016年の前期型ということになります。そして僕が購入したのはですね、オデッセイハイブリッドのアブソリュートのアドバンストパッケージというものを購入しました。アドバンスのパッケージは最初からですね、今画面の中央下に映っているインターナビがですね、ついてくるモデルということになりまして、この当時はですね、ナビ付きのオデッセイハイブリッドに乗れるということでお得なパッケージだったと思っています。ナビかおまけでついてきたような感じだとは思うんですけども、このインターナビを選んだ理由というのはですね、通信費が無料でですね、インターネットにつながって天気の情報とか渋滞情報とかですね、そういう情報を取得してくれるというところにですね、かなり魅力を感じまして、このインターナビいいなと思って、純正のですね、メーカーオプションのナビがいいなと思って、積極的に選んだということになります。そしてスマホのアプリですね、インターナビポケットとホンダトータルケアを組み合わせることで、事前にルートを決めてそれをですね、インターナビに送って、車に乗ってからナビの設定をしなくても事前に飛ばしておけばですね、ルート案内をしてくれるということができましたので、通信の機能が使えることでですね、このインターナビはすごく使い勝手がよく便利なものになっていました。他にもですね、走行した距離と燃費が表示されたりしまして、この車に乗っていつどれぐらいの距離を走ってどれぐらいの燃費だったのかというのがですね、スマホに入れているホンダトータルケアのアプリの方に転送されるということで、別になくてもいい機能なんですけども、僕のようにですね、ブログを書いたりとか YouTube をしたりしてると、情報の参考になるので便利が良かったんですよね。そういうこともありまして、インターナビを重宝していたんですけども、前期型のオデッセイハイブリッドに取り付けられているインターナビのですね、通信モジュールは 3G 回線ということで、ソフトバンクの回線を使っていたようなんですけども、その 3G 回線のサービスが終了するということに伴って、一部車種は無料でですね、 4G の方に切り替えをしてくれるんですけども、このオデッセイハイブリッドはですね、無料で 4G に切り替えることもしてくれませんし、有償でですね、 4G に切り替えることもしてもらうことができません。で、ディーラーでですね、もし 4G に変えることができたらいくらぐらいかかるんですかということを聞いたらですね、だいたい3万3000円ぐらいかかるということを言われまして、3万3000円を払ってですね、このナビの通信を続けるっていうのはちょっとなというぐらいの値段だと思いますので、僕はですね、今のところは諦めまして、このインターナビの通信の機能が使えなくなっています。ヤフオクなどで売っている 4G の通信モジュールを買うとですね、非公式ではありますが動作はするということをですね、前の動画のコメントでいただいていたんですが、一応ですね、通信モジュールは車検ごとの更新ということになっていますし、その通信モジュールがですね、前回の車検から2年を迎えた時にどうなるのか、使えなくなるのか、そのまま使えるのかというのも分かりませんし、ディーラーでですね、それを更新してもらうことができるのかどうかも分からないということもありますので、そこまでして通信をしなくてもいいかなということで、ヤフオクなどにオークションとしてかけられている 4G の通信モジュールにはですね、僕は手を出していません。今回ですね、 3G の通信が終了することに伴ってということなので、どうしようもないところもあるんですが、このインターナビはですね、通信をすることで意味があるナビだとは思っていますので、ホンダの方がですね、ナビゲーションとしての機能は問題なく使うことができますみたいなアナウンスをされていてですね、どこかで切らないといけないっていうのはわかるんですけども、
インターナビのメリットとしてある通信の機能が使えなくなったとしても普通にナビとして使えますというのはどうなのかなとは思いますけどもね。そして純正のナビとしてですね、道案内がすごく優れているナビというのならですね、ナビとして使えますと言われてもいいんですけども、本当にこのナビはですね、意味のわからん道を案内することが多くありますので、通信をできなくなった時点でですね、どこ走ってるかを参考にするぐらいの地図みたいな感じになってしまいました。インターナビでですね、案内をしてもらうということはほぼほぼありません。というのも最近はスマホのナビがめちゃくちゃ優秀なんですよね。アプリのナビがすごく優秀です。僕は Google マップはあんま使わないんですけども、iPhone のですね、標準搭載されているマップの使い勝手がめちゃくちゃ良くて、細い道に案内されることもありませんし、大体ですね、この道を通ってほしいっていうところを通ってくれる、案内をしてくれるので、今はですね、もうこのインターナビを使うよりも iPhone とかのマップナビの方がですね、重宝できるなと思います。もちろんスマホにつながっていますので常時通信できるという状態になりますから、マップは最新のものになりますし、今はですね、iPhone とかのマップナビで十分だなと思ってます。ただ車に搭載されているナビはですね、GPS だけじゃなくていろんなセンサーついてますし、車と連動しているというのがありますので、位置情報がスマホとかに比べると正確だと思いますので、iPhone の方のマップナビを使っていてもですね、ずれることはそこまではないんですけど、やっぱりずれることもありますので、そういう意味で言うと車に搭載されているカーナビの方が便利がいいのかなと思うところもあるんですが、インターナビはインターナビとしてですね、地図で今どこ走ってるかっていうのさえ記してくれればですね、あとは iPhone のマップナビを参考に走ればいいだけです。ナビとしての機能がなくてもですね、それほど困ることはないといったところです。ただこのインターナビはですね、僕にとっては必要な装備でですね、この前期型のオデッセイハイブリッドはですね、出た当初はと言った方がいいのかもしれませんが、インターナビがついていないとマルチビューカメラアシストが使えなかったんですね。で、僕はこのオデッセイハイブリッドに乗る前がフィットに乗っていて、このサイズを所有するのが初めてで、この大きさに対応できるかが結構不安だったんですよね。車の運転に慣れている人だったらこれぐらいの大きさはそんなに運転しにくくはないよっていう感じになるとは思うんですけども、僕はこの大きさが初めてですね、寄せるのとかいろいろですね、不安な要素があったので、マルチビューカメラアシストがついているというのが絶対条件にありまして、オデッセイハイブリッドを購入するにあたってマルチビューカメラアシストがついているっていうことがもう絶対だったので、インターナビがついていることは意味があることですので、今でもですね、そんなに使うことはないんですが、モニターでですね、駐車するときとかは参考にしたりはしますので、この機能が使えるだけでですね、もう十分このインターナビがついている価値はあるのかななんて思ったりもします。このインターナビはですね、通信が使えなくなることでできなくなることがたくさん増えてしまいまして、本当にお役に立たないナビシステムになってしまったのは仕方がないんですが、ただですね、マルチビューカメラアシストのモニターとしての機能はですね、できますし、どこ走ってるか参考にするぐらいの地図にはなりますので、ついていないよりかはマシと思えるレベルでもいいんじゃないかなと思ってます。通信ができたとしてもスマホのナビみたいにですね、地図が最新になるわけでもありませんので、通信ができたからといってこのナビは本当に快適に使えるのかというと、そこはどうなのかなというところもありますし、本当に最新の地図でですね、ナビをしてもらえるスマホの方が助かるなと思うところも多々ありますので、スマホナビを使いながらですね、この通信できないナビを使っていこうと思っています。そしてまたですね、最新の車種でホンダの最新の
ナビをつけたとしてもですね、地図の自動更新とかですね、そういうサービスを使おうと思うと月額にお金がかかってくるみたいな感じのこともあるみたいですので、そこまでですねお金をかけていろいろしないといけないのかというのもありますので、まあ、今はですねマルチビューカメラアシストが使えるので、このインターナビで十分かなと思っております。このチャンネルではオデッセイハイブリッドで旅に行ったりとかですね、オデッセイハイブリッドのことを話したりとかという内容の動画を作っております。またオデッセイハイブリッドに興味があったりとかですね、旅に興味があったりする方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではここまでのご視聴ありがとうございました。